お世話になってまーす。お世話になってまーす。バキッとそれ、スタジオ1の時間でございまーす。はい、ということで、W124、通称 S124 っていうんですかね。今届いたばっかです。そうなんですよ。ちょっと嬉しくて動画撮っております。いや、最近ワゴン売れちゃったんで、はい、また新しく仕入れました。好きなんすよ、嬉しいっす。しかも電気じゃない、電気。そうなんすよ、電気引きじゃない、電気引きなんで。電気じゃ、早速ちょっとまだ僕見てないんで、はい、皆様と共有していきましょう。お願いします。お願いします。はい、ということで、やっぱフロントグリル見ると前期、かっこいい、はい、前期超かっこいい。ちなみに前期と後期の違いはどんな感じなんでしょうか。後期はここあるこんなんすよね。そうそう、ラインがあるんで、ボンネットが繋がってるんですよね。電気の方が目が可愛いのかな。ぶっちゃいく。愛を持った、あれですよ。愛を持った、ね、愛を持った。そうだよね、じゃなきゃ買わないですからね。可愛いなぁ。しかもこの色がまたね、色いいね、これ。何これ、渋じゃない、激渋。これ新車で買う人相当勇気いるよね。勇気いるっすね。俺変な緑買っちゃった。今でこそなんかすげえおしゃれに見えるけど、ベンツでこの色はやばい、やばいよね。あと紫色みたいなあんじゃん。ありますね。やばいっすよ、やばいよね。これでビカビカだったらかっこいいっすよ。かっこいい、かっこいい。やっぱね、あと前期のこの黒いの残ってんの僕好きなんですよ、黒いバンパー。あ、なるほどなるほど。ここやっぱ同色になっちゃうとどうしても最近の車っぽくなっちゃうんで。後期はちょっと垢抜けちゃってっすよね。そうっす、そうっす。ちょっとイケメンになっちゃってるんでね、はい、こうちょっと芋臭い感じがやっぱいいっすよね。やっぱ124は芋臭くないと。まあ横は特徴的なものは特にないですか。うん、まあ、リアも、はい、こちら230。あ、やらせもんすね。やらせもん。230ってことは4発。4発ですね、うん、4発好きっすね。そうなんすよ。あー、マフラーちょっと やられてますね。割れちゃうんすね、バンパー。そうなんすよ、ここ当たると割れちゃうんすよね。あれぐらいだったら直しちゃいたいぐらいですけどね。そうっすね。あ、下っ側はやっぱ直してあるな、うん。でこれ詳しい方教えてほしいんですけど、これ成形シナの元から焦ってるだけ、下半分ですよね。セミクロス仕上げなんですか。ちょっと詳しい方教えてください。ツヤはあるんでね、多分肌ガサガサした感じじゃないんで。10対1っすね。10対1サーサーって塗ったような感じの。そう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 、肌なんですよね。なんか全部そうっすよね。そうそうそう、俺前のは全部フルウェットで塗っちゃったんですよ。はいはいはい。もしあれであればちょっとオリジナルを意識した塗り方でちょっと塗りたいなと思うんで、今回はこれイメージを大事にして、はい、ちょっと8分艶ぐらいで次行ってみます。行ってみようかなと思うんですよね、はいはい。この白っちゃけちゃったここね、もう完全スーパーハード案件じゃないですか。いやー、来たな、いいの来たな、これは。これかっこいい。あ、シマイカーもちゃんと来てんじゃん。お、シマリいいっすね。珍しい、うん、珍しい。ナイス、見てみますか。お願いします。オーナーさん大事にしてたんじゃないこれ。あれこれはな、これはもうオールグリーン、リュウイソですよ。ここだけね、ちょっと残念。これシートないだろうな。これフローマットも緑にしたいな。誰か作ってくんないかな。これそうですよね。これミラーですね。多分助手席だけ電動なのかな。今ちなみに27万キロなんで。めっちゃ乗ってんな。確かこのベンツにしたっけ、あの100万キロ走って、はい、表彰されたんすか。そう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 。へえ。ベンツぶっ壊れねえんですよ、マジで。エンジン強いんで。この辺はめっちゃ頑丈っすよね。はい。ちょっと内装、中入ってみていいですか。ちょっと熱いっすけど大丈夫ですか。じゃあちょっと反対側も開けよう。お、ちゃんとついてんじゃん、あれが。そのカバーついてる。ついてますね。これ、シート。あ、シートですよ、シートですよ。半列ですよ。あ、そうです、これ。あ、やったやったで、嬉しい。子供たちが後ろに座れるやつですね。あ、これ子供しか座んないもんね。座んない。じゃあちょっとカバちゃん座ってみてもらってもいいですか。よいしょ。椅子。そんな薄いんだ。薄っ。やばやばやば。やらせのジャンプスターターがある。マジっすか。失礼しまーす。あ、いいじゃないですか。やっぱ180センチぐらいあるとこうなっちゃうんですね。座高があるとこうなっちゃいますね。まあ、若干ここロックされてちょうどいいっすけどね。なんならロックされてちょうどいいっす。あー、いいいい、熱い、いいいい、熱いよね、熱いよね。サウナみたい。この色いいな。この色いいね、本当にいい。あれ、視聴者さんもしかしてこの色ダセーとか思ってんじゃねえすか。実物見てください、めっちゃかっこいいっすよ。クソ渋いね。クソ渋い。僕外国人見たらピューって言って。できないよね、それよく考えたら。あ、すいませんでした。いいっす、
124マスターじゃないですか。もうそうっすね、ありがとうございます。いいんすか、こんなかっこいい車のオーナーになれるんだ。おお、かわいい。つけようぜ、つけようぜ、つけようぜ。はい、どうつくんだろうね。ああ、これだ、これそこにつくのか、スライドの。ああ、じゃあ向こう側に。あれじゃないですか。お、だから多分ちょっとね、その丸っこいところは下来るんじゃないですか。下結構こういうことかな。その反対っすか。反対っす。爪が、いや、違う、こっちが左で、こっちが右っす。多分ですよ、僕オーナーなんで。あれ違う、俺がこことこっち来ないんだ。あ、ほんとだ、じゃあ違うじゃん、ヒロサー君。じゃあ俺がオーナーだったんだ。このチャンネルみんなすぐ承認権、承認権かな。オーナーのが承認権。あー、そうなんだ。じゃあ丸くなりながらシート倒して、ちょっと待って、これ純粋に自分の車カメラに遊んでるだけでしょ。ちょっと待って、熱い熱いし、剥がれない。あれ前どうやってやったっけ。いや、オーナーなんで僕あかんっすよ。あれ、どこっすよ、これ。あ、それ違う。これ、あれっすよ。あー、倒れない。倒した人がじゃあオーナーなんだ。あー、絶対あった、これじゃね。これ一回倒れるけん、これ持ち上げてやる。そうだね、これ上げなきゃいけないね。はい、オーナーだった。はい。で、ここにある。あー、これだ、これだぜ。倒れるぜ。あれ、あれ、あ、違うわ、これ今はまってたってやるだから。あー、じゃあもう行くんじゃない。やらなくても、やらなくても行くだけ。あ、やっぱオーナーだから。これ抜けないんだ。よし、あ、抜かないだ。ほんで、あー、そういうことね。うわー、着いたー。あ、超おしゃれ。何これ。昔さ、実家のさ、テーブルクロスこんなんじゃなかった。こんなんだったこれどこに泊まるんすかね。あ、そっちか。これでロングドライブも安心じゃねえすか。ほんとっすね、うん、え、これいいな。あ、ダブルであんの。すげえおしゃれ。緑おしゃれ。え、これテントなんじゃない。なんねえな。AK、これ、かけるとこない。あ、ここだよ、今ちゃん。ここだ、ここだ、ここだ。そんなことある。で、閉めると、そのカバーなんでしょう。あ、すげえ。うわー、いい。これちょっと YouTube 初じゃないですか。あ、じゃあ中の荷物見えませんよだ。そうですね。超かわいい。え、これ超かわいい。すごいしっかりしてる。なんかバドミントンできそうっすね。メーター周り見させていただきます。あー、いい。ダッシュも超綺麗。カセット今でもあれなんですよ。いいオーディオあるんすよ。いいオーディオあるっす。ほんとにこのままであれですか。はい。なんだ、また買うんか。ちょっとじゃあエンジンお願いしてもよろしいですか。いいですか、行きますよ。はい、あるかな。元気、まだ27万キロっす。ならし終わってっすね。終わったっすね。ちなみにエアコン効くかな。それ心配だったんですよ。EC って何ですか。エアコンプシロ。プシロ。お、テクニックス。あれ。ああ。テクニックスな。え、CD ってあるっすね。CD 入る。入る。ああ。CD、ああ、CD があるね。あ、どうした、また。ハイドラックしないのかな。丸壊れてるかな。ハイドラックしてないね。ね、してないよね。残念ながら、この部分シートのところの焼けだけど、これね、またこのシートベルトしてくださいランプが可愛いんですよ。これ何なんすかね、前から気になって。それ日よけっす、はい、間から入ってきちゃうじゃないですか。あ、この上から。そうですか、ベンツ考えてるなぁ、やつよ。ラジオは聞けますね。あ、綺麗、ね、禁煙車ですね。禁煙車ですね、これはね。あ、僕一個面白いの気づいた。何す？これ。ああ、あれ前へ送れるんす。これを倒した状態でこのテント張れるんだ。ああ、すごい。めっちゃいい。ここになるんですね。あ、でも今回ちょっとやりたいあれあるんで、後で紹介します。はい。楽しみですね。楽しみですね。あ、ちょっとエンジン見ます。エンジンルーム。見ますか。はい。グリルが割れてる。ああ、ここグリル割れてるんすよね。ああ。うん。ああ、しっかり大変そう。ハマっとるね、これ。あれ、ベンツって整備モードあるんじゃなかったっけ。整備モードあります。手前に引っ張ると、あ、外れる。もうちょっと下にやって、うん、そう。ウィース、もっと上行くよ。ウィース。おー、整備モード。なんすかこれ。これセンス、すげえセンスしてますね。これ、すごい。タイラップ案件だよね、これね。これはすごい。タイラップ案件だよね。
な、結構やるとこあるね。いつも錆びてんな、こいつ。こいつはいつも錆びてる。いつも錆びてんね。お願いします。オイルあるんですか？エンジンオイル見てないっす。経験してみますか？これはとりあえずプラグとかは交換してダメそうっすね。なんかエンジンの揺れすごいっすね。はい、マウンテが多分ダメっすかな。オイルはびっくりした、なんか変なのついてんのかと思った。オイルは綺麗だね。入ったばっかかもしれない。入ってるかな。あ、入ってますね。入ってます、いい感じっすね。うんうんうん、クーラントも入ってるし、うん、おっしゃ入って、ハイドロリック、これ何、これ何だろう。ハイドロリックって書いてある。ブレーキじゃないか。いや、ブレーキこっちっすよ。ハイドロになってどこに繋がってんだろう。あ、漏れてきた。あ、漏れちゃった。合わせてはこれだもんね。めっちゃ綺麗っすよ。マジだ。あ、ほんとだ。回してたんすね。しっかり乗ってるね。これは当たりエンジンの予感ね。レーリング系がちょっとカラカラなんか言ってたから、合わせてのがちょっと異音あるみたいなんで、その辺っすかね。ちょっとそこら辺見てみて。はい、走れますよ。これはそうっすね。100万キロ目指しますか。目指しますか。はい、いいな、この時代はしっかりここのフォアサポートとか接点でもね、接点でいいじゃねえすか。いいっすね。素晴らしい。ちょっとこれからもカスタムプランでも話しますか。そしたらそうですね、これどんな感じにやっていきましょうか。エアサスっすか。エアサスっすか。いや、僕ワンチャン、はい、このままの車高かなと。ああ、色が色だから車高単にしてもかっこいいと思いますけどね。まあかっこいいっすよね。まあ、でも車高調というよりはどっちかって言ったらエアサスの方が良さそうっすよね。これもともと姫路で走ってますね。そうなんですよ、姫路33。ちょっとワンオーナーか。確かに。3月でずっと乗ってらっしゃった、ね、絶対そうだね。いや、さすが、調べてみようかな。ホイールはやっぱあれですか、かっこいいやつですか。ブラバス。ブラバス。BBS。RS 絶対かっこいい、ね。絶対かっこいい。いや、ワゴンが下がってんのクソかっこいいんですよこれ。いや、絶対エアサスじゃん。もちろんこのままの色で欲しいっていう方いればね。そうですね。はい、連絡いただければ。はい、下げる前に。下げる前にね。この動画が出る頃にはもしかしたらエアサス買っちゃってるかもしれないですけど。可能性はあります。可能性はね。これあの US で買ったんですけど、はい、もう一個の同じ230が落札価格250万とかだったんです。販売300くらいですか。もっといってますかね。もっといってるかも。だからそっから消費税とか入るんで、はい、手元に来て300弱。車検ないから車検取って、もろもろ経費ちょっと売り整備して、利益出したら、だって原価で300かかっちゃうんで、これはもうちょっと安いですけど200万ぐらいかな。じゃあそんぐらいだよね。綺麗にある程度直してね。はい、124のそんな高くなったんですか。124でも前からあの専門店さんあるけど200万前後しますからね。あ、そうですね。200から250ですもんね。新車価格当時いくらなのか知らないですけど、はい、多分500、600もでしょうか。まだ安お買い得の方だと思いますけどね。確かに確かに。今もう旧車全部新車価格超えてるんで間違いない。いいのは、しかもワンオーナーっぽいからな。これいいっすね。エンジンのヘッドのとこから覗いたあの綺麗さは尋常じゃなかったですね、はい、雑な扱い方された感じじゃなかったよね、うん、あれね。なんといっても全面すがらす。あ、いいね。これ本当に状態いいよ。いいっすね。うん、まあ、細かいエクボあるけど、これ下側だけかな、塗るの。やれてないよね。全然やれてない。綺麗、屋根も、まあ、やり直してるかもしれないですけど。車庫保管かな。ゴムモールもきっちりしてますもんね。そう、あ、まだ柔らかい。こういうところはね、ちょっとタッチペンしなきゃいけない。あとシートの補修したいな。結構飛び石みたいなのがあるね。飛び石多いね。ボンネットはそうっすね。ボンネットでも、あー、やれ、うわー、カサカサやれてるな。カサついてるな。まあ、ワンチャンボンネットだけ塗るかもしれないですかね。この色、怖い。超むずいよね。しかも外車系合わないっすね。あ、ルート66があって。かわいいっすね。あ、そこのカバーないのかな。あ、ここやっぱ交換しなきゃだね。あー、前期は結構あるんですよ。後期がないんですよ、あんまり。前のはだから探すの大変だったんですよ。あ、違うです。あの、もう一個あったじゃないですか。あの、ブカブカだった方。前期。前期のやつ。前期。あ、じゃああんじゃない。あるんですよ。あ、でも今一個じっちゃんとかにあるんで。じゃあ行きましょう、これ乗って。あ、そうっすね。買うよ、これ。ワンちゃん、この色だよ。絶対言うっすよ。おめえ、いいの仕入れてくの、さすがな車なんだよ。これだよ。なるほどね。ビール飲むかとりあえずとかね。でも回収されちゃうんですか。で、僕ね、ちょっとやりたいのがヘッドライト、はい、暗いじゃないですか、はい、これでやっぱ日本ライティングの LED コンバージョンキット、あれの 4000K のやつちょっと絶対いいと思うんだよね。絶対いいよね。どうしたんですか、ぼんやりしてるっす。え、これついてんの。これヘッドライト。え、
ヘッドライトっすよ。ほんと？ああ、ちょっと眩しいよ。ちゃんと、うん、ちゃんとね、うん、ほら、眩しい。これやばいね。やばいね。気持ちばかりのハイビームでしたけど。ね、ああ、ハイビーム、あ、それハイビームか。あ、フォグだよね。フォグだ、これ。じゃあ、その日本ライティングもちょっと試したいんで。はい。はい。はい、というわけで、増車しました、僕の車。あー、ありがとうございます。だから俺も結構整備とカスタム、もしかしたらしていくかもしれないっていう感じですね。とりあえず一通り小綺麗にして。はい。まあ、ブレーキ関係と、エンジン関係と、エンジンマウントも交換できればいいですね。これ124何台買ってんだろう。結構買ってっす。結構買ってっす。このぐらいの年式のベンツ、ほんと好きよね。ほんと好き。あー、でもこれ塗り直してるっぽいなぁ、ここ。ベンツのまんま上に、ほら。やっぱやれたって言ってる、言ってるね。うまいな、これ全部外してるね、やっぱね。あ、でもここだけじゃない？ここだけかな。なんかちょっと強さも違う。私目探しますか。私目見つけた人がオーナーってことで。あなんでそのすぐその大会になっちゃうの。そういう気が争うんだ。っていう感じでね、はい、この124もいろいろやっていきますんで、はい、あなたもぜひ所有権争いに参加してください。ガチの方の、ガチの方、ぜひ、はい、じゃあこれからもちょっとこれ、あの124カスタムしていきますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとでもいいねと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おまけ、あー、かっこいい、ダセえ、あー、ダセえ、いいなー、めっちゃダセえ、いいなこれだ。エアサスバー下がったらかっこいいっすよ。あ、いいね、いいね。で、中にね、リム入れちゃってね、はい、あー、ダッセーなー、うん、あー、いいね。純正っぽく 3T するんだったらやっぱこれっすよ。これなんか純正っぽいデザインだ。あー、あー、確かに確かに、やっぱ3ピースっすね。ちょっと垢抜けちゃったっすね。あ、そうっすね、これちょっとチャラチャラしますね、これね。ちゃんとロリンズ合わせたっすね。まだロリンズ、これはもう普通にかっこよくなっちゃう。これ17にしてね。これ16なんですか。これ16ですね。これはかっこいいやつだな。普通にかっこよくなっちゃう。普通にかっこいい。普通にかっこよくていいんだけど。まあ。ダメダメダメ。変じゃなきゃ。変に変でかっこよくしないと。わざと変でかっこいい。わざとブサイクにしなきゃいけない。めっちゃ持ってんじゃねえっすか、なんか。チャラついたのちょっと合わせちゃって。チャラついたの。あー、なんかスピンナーみたい。あー、なんか田舎から出てきた感じの子みてぇな。ケルベロシチュー、かっこいいっすかね。かっこよくないかな。ワンだったらな。あー、そっち行きますか。 SD、 こっちの方がダセーかな。ダサいよね、これね。こっちの方がかっこいいな、多分。合うっすね。やっぱ年代的にやっぱティッシュなんだろうね。そうね、やっぱね。AMG スタイリングとかもそう、ディッシュだもんね。ああ、はい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 、うん、ああ、もうそのまま履けばいいですね。そうですね、綺麗にして塗るか。